平成22年、これ株式会社神戸ワインさん相手の、裁判。土日祝日のその割増審議についてなんですけど、これまた、きっちりと。ちょっと待ってください。名前が。本当はね、株式会社神戸ワインでこれきっちり見えるはずなんですけど、裁判番号も平成22年、過去派、第109935、これについて、書類、この判決買いに行っても棄却っていうことになってますけども、確か振り込まれたはずなんです。法廷で、しっかりとお金振り込むって言ってますけども、どうされますかっていうことで、この時は1年間ぐらい働いた分の時の土日の割増賃金だけの請求ですんで、金額としても、大体こんなもんですよ。この辺に関してね、この頃パソコン持ってたはずなんですよ。で、自分でもその資料を見てびっくりしたんですけども、多分パソコン、この件の時も多分止められて、自分の手書きでこれ計算してたんじゃないですかね。これを裁判所に提出してますね。この辺のところは労働基準局の人かな？その当時の頃。まだ、いや、どうだったかな？シフト表とかを、そう、シフト表を自分で持っていて、こういったものをですね、それで、計算して、でしたね。な、これ、今全部 IT 化されてますけども、シフト表とかも自分で持っておいた方がいいでしょうね。今回はその、一応お金、判決は棄却になってますけども、振り込まれていますよと。この警察庁長官っていうのは、これは路上で暴行を加えられた時の、その、犯罪被害者給付金の方なんですけども、これに関して、両顎を割れた後、歯の矯正の金額のお金、そちらの方はね、本当はできるんですけども、この時、その、お金がいくらかかるかで、まず歯の矯正をしてくれるところに、まず金額を聞きに行って、で、その領収書を出したらお金をどうこうみたいな話だったんですけども、その、結局時間が期限切れになってるんですよ。途中で精神病院に入れられたりとかで、その辺のところが、ややこしいことにはなってるんですけども、その、もっとね、その犯罪被害者給付金とかの、その関係の種類とかの、この辺のところ、これ大体裁判所関係のところの、こういうふうな書類関係とかを入れてるんですが、こういうふうな、大体ここの棚なんですけども、こうでもその犯罪被害者給付金、その事件があって、その、事件番号覚えてるんですけども、100894。2008年6月、路上で暴行を加えられたのが。で、その時のね、書類、警察の方からの書類も、それもね、やっぱり探してもない、いつの間にか家の中から、それも多分なくなってますね、気がついたら。この間は、その仮執行までの勝訴の判決の書類が盗まれたんですけども、それに関しては、相手が、家が変わっていて、その住居が変わっているところの、その住居先まで調べたんですよ。こちらの方で。で、郵便局を通してなんですけども、それで、二人とも移転した先の住所は出てきて、それを一緒に書類挟んでたんですよ、ファイルに。そしたら、それほど盗まれてるんですね。で、あとはパソコンとかのパスワードとか、そういったものを一切合切記載してたノートを、もういろんな、もう銀行から何から何まで、ですよ。それ盗まれてます、そのノート。もうめちゃくちゃですね、本当に。これ1から順番に全部、その、どうしたらいいんでしょうね、もうこんな状況になったら。明日ちょっとこの時の裁判官の方と、もともとの、
平成21年か22年の秀和株式会社相手の時の裁判官の人とかの人たちの名前とかは知りたくて、もう一度ちょっと判決の書類買いに行くんですけども、その時はね、訴訟費用の救助申請両方とも、その件とまた別の件通ってるんですよ。で、まあその時、どちらかのね、この時の裁判官の方か、秀和株式会社の時の裁判官の方かが、その今までの件のことの、そのお金の計算の仕方とか、こちらの方で計算しますっていうようなことを言ってくれた人がいたんですよ。どこからの情報提供があったんだと思うんですけども、まあ、こんなに年月過ぎてからとか、まあ、普通の人からしたら呆れ返られるかもしれませんけど、その間ね、僕、精神病院9回も入院させられていて、1回の入院が2ヶ月と20何日で、なんていうんですかね、裁判を、継続されていろんなことを全部思い出されたら困る人たちが、結局そういう方向に動いていたんじゃないかなというのは、まあ、私の認識ですね。まあ、ちょっとまあ、一応企画にはなってますけども、株式会社神戸マインさんの土日祝日の割増賃金の件については多分これだと思うんですよ。もうお金が入ってくるあてなんか、この頃も生活保護でしたから、まあ、まず間違いないですね。他はお金が入ってくるあてなんかないですから。まあ、一応、撮影しておきますね。警察庁長官。犯罪被害者給付金の方です。本当に、一応ね、その時の、請求の趣旨に記載している内容なんですけども、まあ、実際振り込まれた金額はこうだったので、まあ、私の方でちょっとした計算の失敗があったのか、まあ、何なのか、ちょっと、まあ、よくわからないですね。まあ、また一からその計算し直したりとか見直したりするのが大変ですから、まあ、それはちょっと置いておきます。ただ、判決書、この件を買いに行っても、棄却としか出てこないんですよ。一応、先ほどの続きですけども、三井住友銀行藤原大支店、まあ、この当時の電話番号が今どうなってるかわからないんですけども、まあ、僕本人であると。で、まあ、先ほどの、あと犯罪被害者給付金の方、警察庁長官。あとにもう一つ缶がついてますけど、どういうことなんですかね。で、どう思われますかね、この印字のされ方。左側に揃ってる時とそうじゃない時があるんですけど、これ何だと思います？皆さん。ちょっと待ってください。今気がついたので、ちょっと他のページを見てみますね。これ何か意味あるかもしれないですよ。あ、けど結構バラバラですね。その後は横揃ってますよね。その後も横揃ってる。横揃ってる。あ、これ多分何かあるわ。我が手でコンピューターしてるわ。事件の関係のこともコンピューターが分かっていて、銀行関係のところもそういうふうに印字の仕方してる可能性はこれありますね。多分そうだと思いますよ。
ょっとまあこの件、こういうふうな件とかでも、今でも知ってる人とかいたら教えてほしいですね。なぜ左側に揃ってる時と揃ってない時があるのか。このようにパソコンをずーっとまだ固まった状態ですね。スポーツ時間帯。本日、2024年、ちょっと待ってくださいね。いつもデジタル。一応まあ、テレビつけて云々のところも影響あるから、政治側だのなんだのっていう話とかもあるから、まあ、国会中継の録画してたところを今再生していて、まあまあまあ、どうしよう、画面映そうかなと思ったんですけど、ちょっと今やめてるんですけども、まあ、結局そういうことしても結局こういう状態なんですよね。なあ、スポーツの勝ち負けから抜け出せない状態、中の目標を言うことによってそこから抜け出せない状態なのか。これ実は随分前からなんですよ。もう少なくとも10年以上は前からですね。もう1分以上経過してるでしょ。もうこれ何分待っても多分無駄だと思います。で、先ほどまでは自分のホームページの画面までをこうアクセスしていて、そんなに重くはないんですよ。まあ YouTube とかだったらちょっとした重さはありますけども、でこれ共通して言えるのはパソコンの機能を極端に低下させられてる現象だと思うんですね。読み込む時間と、あとは全くもうこの画面のままでフリーズしてもう絶対進まなくなってるのか。まあもうこのあたりのことですね。2分経過、もうこれ何分待っても同じです。毎回です。もう10分待っても全然、普通のデジタルの画面が出てきてエンターを押してパスワードとかそういう画面に行かない。